次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みは、ぜいです。皆さんも読んでみてください。ぜい、ぜい,ぜい、ぜい。この漢字は十二角です。いち 二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、12 もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 十一十二それではこの漢字を使った例を見てみましょう音読みは税です税と読むときの例は税金、税関、税務調査です 次はこちらの漢字です。訓読みは、もうです。皆さんも読んでみてください。もう、もう。音読みは、しんです。皆さんも読んでみてください。しん、しん、もう。 心、この漢字は五角です。一、二、三、四、五、もう一度書きます。 12345。1> 1 2 3 4 5それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。訓読みはもうです。モースは動詞として使われています。 意見などを述べるという意味です。申と読むときの例は申し上げる申し込む私は山田と申しますです。音読みは真です。よく名詞の中で使われています。真と読むときの例は深刻申,申請です。 次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みはこです。皆さんも読んでみてください。こ、こ、ここの漢字は十角です。一 二、三、四、五、六、七、八、九、十、もう一度書きます。

それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。音読みは、こです。こは、ものをしまっておく建物という意味です。こと読むときの例は、金庫、信用金庫、車庫、在庫です。信用金庫とは、日本における 予貯金取扱金融機関の一つの形態です。次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みはしです。皆さんも読んでみてください。しし 四、この漢字は三角です。一、二、三、もう一度書きます。一、二、 それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。音読みは、死です。この漢字は、成人した男性、また、特別な技術や資格を身につけた人を指します。死と読む時の例は、紳士武士、 税理士会計士士です。税理士は主に個人や中小企業の税金の申告申請税務の書類の作成や相談などを行う人のことを指します。では少し練習しましょう。 これから表示される練習問題の正しい答えを選んでください。 いかがでしたかでは、正解を見てみましょう。1、税金2、金庫3、申告4、会計士